愛したんですよ、結婚式である。やっぱあの人らものすごく素晴らしい人やね。こういうことやっぱ言ってるよ。あのね、組織はボスの器以上には大きくならない。ヤマゼンっていうのは俺が社長ですから、僕の裁量以上に絶対大きくならないの、組織。だから自分たちが器を大きくしていかないかんよと、ね、いうことをおっしゃってると思う。ひょっとしたら作家に食われると思ったんですって。で、これじゃいかんと。やっぱり野球のもう一回ね。で、長島さんなんかで一緒にプロ野球をもっともっと根付かせようと。今でやっぱ努力してきてるわけね。今でもやっぱやってますよ。例えば食事行ったり飲みに行ったりすると自分の会社の悪口言ってるやつがおるのね。僕らも言うた方ですよ、昔は。上見て唾吐いてるんですよね。だから家帰って女房に会社の悪口をたらたら言う人も中におるでしょ。英学には僕は一切金にうまくかったね。嫌なことがあっても家に持って帰らない。らそういうのはやっぱなくせないからね。趣味、孫、上が小学3年、小学1年、幼稚園の年長、年中4人、年末年始と夏休みは必ず孫を全員連れてどっか旅行するんですよ。この冬は九州行くんですよ。バーッと大移動で途中はマイクロバスよね。子供たちは覚えてますよね。もう幼稚園4歳ぐらいから覚えてるのかな。印象にやっぱ残るみたいなね。また行こう行こういうもんね。次あそこ行きたいとかここ行きたいとかさ、カリポンド私に行ってこいじゃこれじゃいかと思って一緒に行ってあげる。これがいいよね。そういうのがやっぱ楽しみの一つですよ、僕のね、プライベートのね。